タイトロープは1959年9月8日から1960年9月13日までアメリカ合衆国スクリーンジェムズ制作 CBS テレビで放送された連続テレビドラマ30分放送で全37回主演はマイク・コナーズ日本では1960年10月3日から1961年8月7日にかけて ネット系列月曜8時枠で、1963年2月25日から9月30日まで、月曜7時30分枠で放映された。日本での放送タイトルは当初は、秘密指令だったが、ほどなく現代通り、タイトロープとなり、テレビ欄では、タイトロープと併記された。第1シリーズは、キャノンカメラの一社提供だが、第2シリーズは不明。タイトロープとは、 綱渡りの綱のことで、その上を歩くような、危険なおとり捜査を行う秘密捜査官の活躍を描いたテレビドラマ。主人公、ニック・ストーンは身分を隠して、全米各地の犯罪組織に潜入し、内部から壊滅的な打撃を与えて、地元警察に通報、彼らが到着する前に姿を消す。スラックスの背中に、小型拳銃を隠しておき、 正体がバレそうになったらあらかじめ用意しておいた拳銃を引き渡して敵を油断させ隙をついて背中から拳銃を引き抜き目にも止まらぬ速さで銃撃するというストーンの巧みなガンアクションが売りであった人気はあったものの暴力的な描写が多かったことや放送局側が提示した放送時間枠の変更と60分ものへの拡大主役に相棒をつけるなどの設定の変更に コナーズが難色を示したこともあり、1シーズンで打ち切りとなった、ニックストーン役のマイク・コナーズ、ありがとうございます。